あの扉か。なんかポスターが貼ってあったのか。これはあっちか。は？嘘でしょ？こんな大量の血液なんて。それより気にならないか。バカじゃないんだし、当然気づくって。あのシミがない部分、何か貼ってあったようだな。シミのない部分はまるでマスキングされたようにはっきりした形をしている。もともとはそこに何かが貼ってあって、そのせいで血しぶきを逃れたように見える。ポスター、掲示物、そんなとこか。まあ今となっては読めないんだけど。シミはやはり古い血液のようだ。乾いた血のりがザラザラと粉末状に剥がれて指先にまとわりついた。汚っ。なかなかおつな BGM じゃないか。鍵があれば開けられるだろう。まずは前に進むしかないか。何か床に張り付いているのが分かった。何度か引っかくことを繰り返すと、張り付いているものにシワが寄り、床から剥がれた。札か。例のそのポスターかと思った。最後目にしてはちょっとパッとしねえな。血を流した人物は脱出できたのだろうか。あ、ここにもポスターがある。非常灯だろうか。赤い電灯がついている。放棄された施設の発電機がこんな長い間稼働しているものなのだろうか。やっぱりあのじいさんが全部怪しいね。十字に、まずはまっすぐ行きますかね。トイレか。おや。見なかったことにしよう。これも鍵がないと無理か。じゃあ右にしますか。意外に入り組んでない。明らかに空気が変わった。電信の音が絶え間ない。やばそうだな。とりあえず一回と。なんかやばそう。無事に逃げおおせたようだ。進めないぞ。行くしかないのか。セーブするか。行くぞー。とりあえず進まないでその場にとどまってみよう。お、いきなりだな。まるでこちらに伝えたいことがあるようだ。これあれか、モールス信号ってやつか。引き返せ的なこと言ってるんだろうか。わかんねえ。仏。わからんがな。ミリオタじゃあるまいし。いつもの。
魂か。文字数的にそうだよな。ごく小さな声が語りかけてくる。玉を示せ。え、嫌ですよ、恥ずかしい。心臓のことか。違う。玉やはり股間の手からですよ、この心霊。頭部ね。あ、これだけなんだ。でも一回間違えるとアウトなんだ。ヒロ、大丈夫か？おう平気だ、もちろん。行こう、もう大丈夫だと思う。了解だ。何もない。行くぞ。倉庫。医療施設のような部屋だった。なんかドクロみたいなのあるけどな。手術室。そしてこの匂い。あ、やっぱりあった。ちょっとそこ照らして。家に落ち着いてるな、この手術室だと分かった途端。そこには死体が転がっていた。死体を調べ始めた。リアル的なことは大丈夫なんだろうか、この人。そういうのは平気なのか。は？内臓も骨も自分たちが持ってるものじゃない。怖がるなんてバカだって。よしと一声発するとまた立ち上がった。一言で言うと異常な死体。パッと見の特徴としては頸椎が切断されてること。でも切断面がおかしい。なんていうかギザギザなのよ。明らかに外科用ではない工具で切断されたとしか思えない。なんでそんなひどいことをしたのかはわからないけど、とにかく意図的に頭部を切断されたのは間違いないよ。工具で頭部を切断か。古すぎて正直死体だけじゃわからない。手がかりがあるはず。この部屋を調べた方がいいと思うけど。ああ、そうだな。実験室。うん。この生物兵器を作ろうとしたけど、途中で音量に呪われた的な感じかな。何の変哲もないのに、何のツッコミもなく音で怖がらせようとする。死亡してからかなりの年月が経過したと模式したいだ。乾燥した皮膚はまるでミイラのようだ。首の傷口はギザギザと波打っており、何かの工具で切り取られたものらしい。まあ今の音からしてチェーンソーでしょうな。中には柄のついた鈴と黒拍子の冊子が残されていた。冊子には処理槽管理録と記されている。処理200人超時点で突如
鉄扉が半霊体化す。呪力集中のため推測、解除に霊具必要。安全面解除暗号ダイヤ。ダイヤ。神楽鈴処理槽管理録を手に入れた。処理半霊体化、よく意味のわからない言葉が並んでいる。そして一緒に置かれていた鈴もこの場所には不釣り合いなものだ。ごく細い繊維、どうやら髪の毛のようだ。薄い金色に光っている。なんだと。印がドクドクと血を吸い寄せ始めた。この瞬間を、いや、この場所に、俺は前にも来ている。済んだ。ブツ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 。自分の声であることに気がついた。やっぱりここにいるな。ああ、そうかそうか、記憶が戻ってきてるってことか。処理槽を調べよう。おそらくあの壁の向こうだ。壁の前立った時変な感じがし。え、ちょっと野さん何言ってんの。いや平気だ。大事なことを少し思い出しただけだ。本当に大丈夫？なんか意味不明なこと言ってたけど。大丈夫だ、問題ない。少しぼーっとしただけだ。それにしてもあの声は、もしかすると記憶とともに失われた元の自分、それが喋らせた声か。金色の繊維を見た時の感覚、それがきっかけとなってかつての人格が蘇りつつあるのかもしれない。ここまで導いてくれていたあの声は聞こえなくなってしまった。だったら昔の自分にでも頼ってみるしかないか。壁の向こうにある処理槽、それを探すと 声は言っていたが、どっかに隠し壁的なものがあるのか。実験記録と表紙に記されたノートと軍用の探検が見つかった。ノートの文字はだいぶ退色しているが、何とか読むことができそうだ。奇跡的に実験成功数、ゼース、神の御加護、 H 神社教主教での羅造は仏師家の作と伝え、道家より教でののみを用い、玉離断す工具一致が鍵となり、ついに悲願を。実験記録1、射出式探検を手に入れた。のみ、のみって彫刻で使うあれ？そののみだろうな。嘘だ、まさかそんなこと。嘘、ありえないでしょ。なんだ、脳みそだけ取り出してたってことか。そんな科学力はこの時代に。
札か。調べ尽くしたかな。隠し部屋と言ったらこれが怪しいでしょうね。もうハンマーとかないしな。地下壕で陸軍が開発していた試作武器、塚に仕込んだバネで刀身を発射する機構だが、1回の使用で破損してしまう。破損してしまうほど脆弱なため正式の採用は見送られた。スペツナズナイフやん。神楽を奉じる際に用いられる、部落用の鈴、三段に分かれたと、棒にそれぞれ7、5、3個の鈴が取り付けられている。巫女鈴との別称の通り、本来は女性用の細工である。つうことは疲労さんじゃないとダメだってことか。壁か。ん？こんなに広かったっけか？行き止まりじゃなかったっけか？解放されたのか。うん？薄ぼんやりと光る扉の輪郭が明滅していた。おい、あれを見ろ。は？え、まさか。また例でも見えないのか。だから何のことだよ。どうやら疲労には扉が見えていないらしい。ブツブツ、あれが例の例には例で対抗する。神仏にまつわる道具で触れれば。なんかファンタジーになってきたな。オカルトから科学で、科学からファンタジーへ。これか。触れるだけでいいのか。むしろブツブツ出ないと困る。自分と会話してるよこの人。男が霊力を発揮すれば破壊される。音を出さぬように触れ。やったぜ。え？どういうこと？あんた何したの？なんとなくこれが正しい行動だと思っただけだ。しかし自分の声と言っていいのだろうか。ともかくあの声が語ったことによれば、この扉の向こうは処理槽のはずだ。手術台のあった部屋では処理槽に関する資料も手に入れた。目を通しておくべきかもしれない。気をつけていこう。あそこは何か嫌な予感がする。後でにしよう。右か。え？こっちか。で、まっすぐか。やたら血だまりが。ここも鍵がかかってんのか。
調べることすらできない。行くしかないようだな。多分進むごとにつれて解放されるタイプの。あ、調べるんじゃなくて進むだけで入れるのかも。もう遅いけど。仏像？なんだここ。これが処理槽。あ、なんか落ちてる。刀か。錆びた軍刀を手に入れた。仏像っぽいけど、これは仏像の頭か。保管してるって感じじゃないし、もしかするとゴミ捨て場？玉を入れるってそういうことか。魂を頭に入れるってこういうことなのか。何今の音。一度外に出よう。鍵がかかってる。え、閉じ込め。なんすかなんすか。水攻め？また？まずいですよ。氷のように冷たい水だった。しかも冷やしてある。地下水。早く出口を開けて。こんなのすぐ低体温症に。思い出せ。処理槽についての記録に何か書いてなかったか。しかし近くに見えるのは仏像たちの首だけだ。ダイヤ、ダイヤ、ダイヤだから金剛か。バキ読んどいてよかった。ダイヤがへし曲がってやがる。何だったんだ。地下壕の十字路だ。処理槽からの排水に乗って横の水路に流れ着いたようだ。きったね。運が良かった。そう慌てんでも大丈夫じゃ。あんたかい。久しぶりじゃの、この縄張り荒らしめが。悪魔たん。そりゃ喋れんじゃろ。ここの水路はな、小さな山山系の伏流水じゃから、めちゃめちゃ冷たい。そんなとこに小一時間も使っとったら、ろれつも回らんぞい。ああ、安心せい。あんたの連れも無事じゃ。で、あんたら、これからどっかに帰ったりする？そりゃいいぞい。別に助けた見返りを要求するわけじゃないんじゃが、わしゃ腹が減っとるじゃ。え？連れてくの？重要参考人確保。
節外れの暖房を全開にすること。そんな中、例の老人は、ふぅ、あっちいの。窓開けていい？これ見よがしに暑さをアピールしてくる。もうちょっとだけ我慢してくれ。こっちは凍えそうなんだけど。老人はバンシー伊藤、バンシーと呼んでくれと自己紹介したが、もちろん本名ではないだろう。隣のバンシー爺さんからなぜか香ばしい焼きたてのパンのような匂いが漂ってきた。それが乾いた赤の周期だと気づくまではそんな匂いすんの？それでバンシー、あんたはなんであんなところに？聞いてるのか？まだ話せん。その話は飯と交換じゃ。むしろこっちが聞きたいわい。あんたらあそこで何をしとったんじゃ？あ、これは長い話なんだが、そういうことか、そういうことか。じいさん、本当に分かってる？もちろん分かってるぞい。わしを誰じゃと思っとる？あの地下壕にはあの恐ろしい怨念が渦巻いとるんじゃ。で、あんたらはそれに巻き込まれるというわけじゃ。怨念？バンシー、あんたあそこで何があったか知ってるのか？じゃからそれはまだ話せんと言っとる。じゃがわしは後期の血筋の生まれでな、昔から人外のものを見る才能があるんじゃ。そのわし、バンシー伊藤が言うんじゃから信じても大丈夫じゃよ。あそこには恐ろしい怨念が渦巻いておって、あんたらはそれに巻き込まれた。なら、その高貴なバンシー殿に教えてほしいんだが、その渦から逃れるにはどうすればいい？決まっておるだろうが、渦には必ず中心というものがある。そいつを見つけるんじゃよ。中心？渦巻いとる怨念、あんたらの言う怪異じゃったか。その怪異を生み出したもの、呪いの中心、そんなもんがあの怨念の渦の中には残されておるはずじゃ。そいつを探し出せばきっとそこで。そこで何が起こるのか。バンシーの視線の先にはただ黒い空が広がっているだけだった。